膝入れてきて、体格差がある場合、下の人の足が長い場合、上の人の膝が入ってもクロスが割れなかったり、入ったにしたらまた、ここで引き寄せられて足を組まれてしまうことがあります。こうなると、下の人は膝が立ってる側に返します。膝が立ってない側は返らないので、膝を立ってる側に一回相手を自分の方に引きつけて体重をもらってから転がします。ですから、膝が入ったらもう必ず割らないといけないということですね。